こんにちは、しのです。今回は大きい特殊なパーツ、巨大パーツの作り方を解説していきます。それでは早速解説していきます。巨大クラウンの作り方。クレーンを置く。クッパを乗せて大きくする。クレーンを消す。最初より右側にクレーンを置く。ハンマーブロスを乗せて大きくする。遊ぶ。作る。4回戻る。右側の透明になっているメガブロスをつかみ、左のクレーンに乗せる。1回戻る。クッパクラウンを置き、クッパを乗せる。レールを置き、右のクレーンを乗せる。するとクッパがクレーンに移ってきます。巨大クラウンができましたが、まだクッパが乗っている判定があります。移ってきたクッパをクレーンから下ろす。1回戻る。これでクッパがクラウンに乗っている判定が消え、巨大クラウンが単体でできました。クラウン以外は消して大丈夫です。完成したばかりのクラウンは一度遊んでも出てきません。ですが作る画面に戻り、もう一度遊ぶと出てきます。これで巨大クラウンの完成です。通常のクラウンと同じように長押しでファイアクラウンに変更できます。中クラウンの作り方。クレーンを置く。クラウンを置く。ハンマーブロスを乗せ、大きくする。メガブロスをクレーンに乗せ、小さくする。遊ぶ。作る。2回戻る。これでできました。クレーンとハンマーブロスは消しましょう。中クラウンも巨大クラウンと同じように最初は遊んでも出てきません。もう一度遊べば出てきます。巨大雲の作り方。巨大雲は中クラウンとほぼ同じ手順で作れます。雲を置く。ハンマーブロスを乗せ、大きくする。メガブロスをクレーンに乗せ、小さくする。遊ぶ。作る。2回戻る。これでできました。雲も巨大クラウンと同じように最初は遊んでも出てきません。もう一度遊べば出てきます。ちなみに巨大クラウンと同じように作っても先ほど作った雲と同じ大きさのものができます。性質は全く変わりません。ブラックホールバグを使った作り方。ブラックホールバグを使うと先ほど紹介したこの3つを簡単に作ることができます。まずは巨大クラウンから。クッパクラウンを置く。クッパを乗せて大きくする。クッパをブラックホールに重ねておく。1回戻る。完成です。クッパは消して大丈夫です。2回遊べば出てきます。中クラウンと巨大雲も巨大クラウンと作り方がほぼ同じです。クラウンに大きいパーツを乗せる。今回は赤ヨッシーの卵で作ります。クラウンに乗せたパーツをブラックホールに重ねて、1回戻る。完成。巨大雲も同じように作れます。巨大パーツを作る際の注意。巨大クラウンなどを作っているとこのように、フリーズすることがあります。原因はわかりませんが、巨大パーツを作った直後がフリーズしやすい気がします。フリーズが心配であれば一度コースロード画面に行けばフリーズする可能性が下がります。絶対にフリーズしなくなるわけではないので注意。中クラウンの謎。中クラウンは当たり判定がなぜか縦3マス横3マスではなく縦4マス横3マスになっています。なので中クラウンの上の謎空間には敵などのパーツが置けません。ですが中クラウンをハテナブロックなどの中に入れ、出すと、当たり判定が小さくなりました。なぜかはわかりません。巨大クラウンや巨大雲は小さくなりません。本当に謎です。巨大パーツの特徴。巨大クラウンは普通にパーツを乗せると元の大きさに戻ってしまいます。ですが遊んだ時に乗るようにすれば小さくなりません。大きい敵を乗せてみると、さらに大きくなります。大きいクッパは、めちゃくちゃ大きくなります。大きすぎてクッパが見えづらいです。どのスキンでもできます。でかくツヤでか状態でもクラウンがさらに大きくなります。クモは操作キャラのみ大きくなります。
以上です。質問などがあればコメント欄へ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。